バイブルトはトルコ北東部に位置する都市。チョルフ川沿いに築かれたバイブルト県の県とである。アルメニア語のが地名の起こりとされる。かつてはマルコポーロやオスマン帝国の探検家のエブリアチェレビも訪れたシルクロードの要衝であった。東ローマ帝国時代の城塞が今でも残る。観光スポットとして数カ所のモスク、トルコブロ、ボヒ、 ジャタルジェスメチカ都市、シラカヤラルの滝などがある。青少年公園、マルティルヌスレト庭園、現地オスマン公園など、多くの公園やオープンスペースが置かれている。植林用の苗木を育てる広さのべ535,780平方メートルの苗木園もある。チマール洞窟とヘルバ、ケーブズ洞窟では、珍しい形状の石が見られる。市の中心部に位置する。 バイブルト大学には工学部、芸術科学部、経営学部などが設けられている。専門学校も何校かある。バイブルトを拠点に活動するサッカークラブ、バイブルトスポールは現在トルコアマチュールサッカー選手権でプレーしており、国内3部リーグへの昇格に宿泊している。かつて1986年から88年に、 かけては国内二部リーグでプレーしたこともあった。ありがとうございます。